市川團十郎白猿さんの心豊かな部屋。市川團十郎さんが自身のブログに紹介、スノーマン、滝沢歌舞伎、テロファイナル、制作発表会見、スノーマンが主演を務める滝沢歌舞伎、テロファイナルの制作発表記者会見が2月8日都内で開催されました。滝沢歌舞伎の始まりは2006年、その後本シリーズに出演し続けてきたスノーマンにバトンが渡され、2019年に滝沢歌舞伎デロとしてさらにパワーアップ。春の踊りは、よーい朝の掛け声で始まる舞台では、アクロバットをはじめ腹筋太鼓、ネズミ小僧など9人が誇る高いパフォーマンス力を存分に活かし、観客を魅了し続けてきました。また2020年には滝沢歌舞伎デロ2020年ザ・ムービーとして映画化も果たし、大ヒットを記録。もはや春の風物詩ともいえる各舞台が今年も新橋演舞場に帰ってきます。その名も滝沢歌舞伎デロファイナル。今年は主演に加え、初めてスノーマンが演出も務めることになり、ファイナルを語るにふさわしい極上の和のエンターテインメントが繰り広げられること間違いなし。集大成ともいえる舞台は4月8日土曜日から30日日曜日まで新橋演舞場にて全24回上演されます。スタイリッシュなブラックのファッションに身を包み、失礼しますと元気に登場した9人、笑顔でスタンバイを完了させました。ご視聴いただきありがとうございます。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。